タルトゥース県、タルトゥースの港タルトゥース県は、シリアの14ある県の一つ。面積は1890平方キロメートルとする、資料や、1892平方キロメートルとする、資料がある。人口は75万人。県とは、港湾都市、タルトゥース。シリア北西部の地中海岸に位置し、東は、ホムス県とハマー県に、北は、ラタキア県に、 南はレバノンに接しており、西には地中海が広がる。穏やかな地中海性気候で農業や漁業が盛ん。県の東にはアンヌサイリーや山脈があり、緑豊かで冬には雪も降るためリゾート地となっている。十字軍時代の城塞も各地に残っている。2011年にシリア内戦が勃発したが、この地方は比較的平穏が保たれていた。 しかし2013年5月、シリア陸軍による、バイダ・バニアース虐殺事件が起こった。タルトゥース県には5軍が属する。アイコールシャイフ・バドル軍、バニアース軍、バニアース、ドライキーシュ軍、サフィータ軍、サフィータタルトゥース軍、タルトゥース、シリア・プロビンセス・ハット・エビ・シリア、シティ・ポピュレーション、シティーズ、タウンズプロビンセス・スタティスティックスマップ。ありがとうございます。